ウングバーリ・ミクローシュは、ハンガリーのペシュト県、セグレード出身の男子柔道家。弟のウングバーリア・アティッラも柔道家。2002年のヨーロッパ選手権 66kg 級で優勝した。2004年のアテネオリンピックでは2回戦で、ポルトガルのジョアン・ピナに敗れた。その後、2005年から世界選手権 66kg 級で3大会連続3位となった。 2008年の北京オリンピックでは3回戦で、ロシアのアリムがダノフに敗れた。2011年のヨーロッパ選手権で優勝した。2012年のロンドンオリンピックでは3度目の、出場にして決勝まで進むも、ジョージアのラシャ・シャブダトゥアシビリに、有効で敗れたが銀メダルを獲得した。その後、階級を7 3ラム級に上げると、2014年の ヨーロッパ選手権で3位になった。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは5位だった。2018年に地元で開催されたグランプリブダペストでは、決勝で 66kg 級2014、世界柔道選手権王者の海、老い沼正を破って、i f フワールド柔道ツアー史上最年長となる37歳300日で優勝を飾った。 66kg 級での潜石 73kg 級での戦石。ありがとうございます。